こんにちは、かけまるです。今日はですね、昔有馬街道って呼ばれとったはずなんですけれども、そこを通って清志工人さんまで、ドライブの動画よかったら見てください。今ですね、船坂峠降りてきたところなんですけど、ここから有馬街道を通って稲六に出て、稲六に出て、清志工人さんまで、向かいます。昔はここバイクの走り屋がおって、で森脇のワークスの人、あ、こっちや、これこっからです、すいません。こっから有馬街道、昔は有馬街道って呼ばれてたはずなんですよ。こっちが有馬温泉なんですよ。で、昔バイクの走り屋おったはずなんですよ、ここで。僕は走ったことないんですけど、森脇のワークスレーサー、誰やったかな、めっちゃ有名な人、昔ここでよう走ってた言ってました、バイクで。すいません、なんか土砂取った山肌が見とっただけです。こっち止めて山肌がなんか知らんけどいっぱい見えてるみたいな感じ。土砂崩れかな。
ど、山肌がバッサーって見えてるんですよ。ほら、最初白い木がいっぱい生えてんのかなと思ったんですけど、あそこ目の前、この先にめっちゃ山肌が見えてるんですよ。ですね、あそこなんか中国のあの水彩画に出てくるような風景になってます。高人さん、土砂いっぱい採掘するなんかベルトコンベヤーみたいなのがいっぱいあるから土砂取ってんですかね。なんか山肌めっちゃ見えとったとこ、76号線、通称イナロクで、まっすぐに見えてるのがあの中国道です。あれ一車線でも目の前あの高人さん行く時に見えるでっかいマンション上の方に建ってるの見えてるんで、向こうも近いはずなんですけど、
先でした。方向音痴やからね、ほんまに。昨日はあの知り合いのうち行くのに一本手前曲がって間違えたみたいな感じになっててナビセットしとったのにです。ここいつもマックさんと寄るあのファミマです。次かな、まだやね、まだです。
とちょっとで清志工人さんですね。やっぱ午前中間とそのあんまり出店がこの時間やったら閉まってるかもわかんないですね。もうお昼過ぎてるから。清志工事さん到着いたしました、最後まで見ていただいてありがとうございます。それちょっとお参りっていうか行ってきます。すいません、工事さんでエンディング撮るの忘れてしまいました。今ね、清志工事さん大きな日本のイチョウの木があって、多分この日曜日黄色く色づき始めると思います。見頃は多分来週ですね。来週の日曜日は絶対見頃やと思うんですけど、もしよかったらツーリングがてらドライブがてら行ってみてください。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。